はい、おはようございます。今日は4月最終日です。4月の30日火曜日で会っているね。はい、火曜日です。昨日すごい暑かったんですけど、今日打って変わって、外は霧雨で肌寒くなっております。はい、この子はモスではないんですよね。ベスロンという河川生地で です。もう作られてないんですけれども、モスの長襦袢っていうタイトルでリサイクルショップで売られている生地の中には様々な生地があります。ウールが 100% でできたモスの長襦袢もモスとして売られてますし、このような化繊なんですけど、触り心地はちょっとふんわりあったかくは感じます。でもさほど保温力もなく、こういう中途半端な時期ちょっと肌寒いんだけど、夏襦袢じゃちょっと寒く感じるかなっていう時に、でも冬襦袢出すと暑いなっていう時にこういうのがよくって、新モスっていう生地もそうなんですけど、新モスは綿なんですけれども、まあこういうね、いわゆる昔のモスの長襦袢の柄で売られているものの中には様々な生地がありますので、もう洗ってみないとわからない。ウールの匂いがしなければウールは入ってないんだなという感じですね。はい、でいただいたこちらは、手ぬぐいとはちょっと違うんですけど、綿素材の、襟でございます。鉢巻きだったかな、何かの、しっかりとした生地ですね。麻の葉柄です。個人的に好きで結構長くつけてたんですけれども、一度外したんですけど、またこの子の季節にちょうどいいかなと思って、要はこういう時期とか夏の終わりとかにも着出しますし、この長襦袢はこのまま冬着れるように、秋も着れるようにこの襟にしました。で今日はこういう時はね、どんな木綿の着物でもいいんですけれども、はい、野村織物さんの花菱格子にしたいと思います。薄手の木綿の着物です。なのでものすごく寒いっていうわけでは全然ないんですけれども、まあインナーをあったかくする感まではいかないなという感じで、ちょっと着物で調整しようかなと思って、長襦袢をベスロンにして、着物はちゃんと木綿の着物を着ようと思ってこれにしました。円周木綿でもちょうどいい。こういう時は20度いかないぐらいですね。行くか行かないかって言ったら行かないんじゃないみたいな、でも10度切らないみたいな感じかな、私としてはちょうどいいと思うのは。それはね、その人それぞれの体感にもよりますし、お住まいの環境にもよりますし、体質にもよるので、一概にこれがいいよとは言えないんで、自分で決めるのが一番いいと思います。はい、万が一でも予想が急に外れて日差しが入ってくれば急に暑くなるだろうという感じですから、ね、なのであの暖かいのは着る気はしないんですけれども、買い物行ってご飯の用意してっていう状態の前の着替えってなりますし、結局台所で暑くはなりますし、あと台所にもよりますよね。台所が、私ん家の台所はしっかり窓があって外の空気がしっかり入ってくるので暑いなと思っても割に通気性がいいんですけど、マンションとかだと全然窓のない換気扇だけの台所とかもありますし、そういうとこだったら
料理してると本当に暑くなりますしね。昔そういう台所を使ったことがあるんですけど、引っ越し7回してるんで、嫌でしたね。ま、なんかね、外を眺めながら料理しないとなんか気持ちが塞いでしまう。塞がっちゃってダメだなと思って、家を建てるときにもう絶対に台所には窓っていうのが条件でした。じゃないと私が気持ちが塞がって、ただでさえ好きでもない料理がますます嫌いになっちまうわと思って、気持ちよい風を感じながら料理を作っております。何回も引っ越ししてきたって言っても、その中でほとんどが旧家なんですよ。古いお家に暮らしてたので、古いお家って窓が多くって気持ちいいんですよね今のお家の作りより。だからなんか自然とそうなっちゃったかな。うん、ちゃんとついてる？ちょっと曲がってるね。これ後ろで止めるのは結構難しいね。でもひっくり返しにも面倒だから、あ、ついた。OKOK。まあ七色魔除けの方が綺麗に切れるかなって気はしますね。ただやっぱりこれになった途端、帯の中涼しい。やっぱ全然違う。年中ね、こういう夏のものの方もいらっしゃいます。それぞれだと思いますけどね。売ってるこういう夏の伊達締め使われてる方ももちろんいらっしゃいますし、まあ好きに使われたらいいかと思います。はい、今日はこちら、富士工房さんで作っていただきました富士工房半幅帯なんですけど、生地は表地は、着物布さん布団地です。昔の布団は可愛すぎる問題だよね。裏は遠州木綿のネップです。はい、折ってた？なんかこの間から逆転させた記憶があるんだけど、こっちにしようって言ってた気がする。違ったっけな。ああ、そんな感じがする。ああ、めちゃめちゃ眠たくなってきちゃった。ちょっと不正出血が続いてて、また出てきて、なんだろうね、出血するのが趣味なんすかね。あ、でもあれですよね、4月の30日って、仕事の人とゴールデンウィーク中の人といますよね。どちらかというと二手に分かれますよね。大型連休に入っている方と、大型連休だから仕事しなきゃいけない人たちとに分かれてると思います。はい、どちらも、まあ大人数の方たちが動くってことは交通渋滞とかいろいろあるので、気をつけて動いてくださいね。うん、昨日は夕方すごく
雨がバーッと降ったんですけれども、降る前にあの路上公園に行ってきて、ちょうど咲いてるかねって言ってたんですけど、富士の花満開、ほぼ満開でしたね。うん、蜂がいっぱいいて花を落としてて、なんかもうすごい下も花びらだらけで、匂いもすごいいい香りがしてて素敵だった。富士の花ってあんまこう開花してる時期が短いのか、出くわしたことがなかなかなくって、花が満開の時に本当に綺麗だったわ。うん、本当すぐそばなんですけどね、うちからも路上公園はそんな遠い距離じゃないんですけど、しかも車も飛びやすいんだけど、なかなか立ち寄ることをしなかったんですけれども、いい年頃なのでそういうのを二人でめでて楽しんでおります。はい、まあ月に1回ぐらいはお散歩路上公園でして、月に1回ぐらいは映画を見ようって昨日か一昨日かスローガンを、今年のスローガンをもう4月だけどマネージャーに伝えて、ああいいねって言ってたんですけれども、うん、映画もね、あの夫婦割の聞く年齢ですし、映画館も近いし、今の時代みんなタブレット、スマホ、パソコンで自分の見たいものを見てるんで、同じものを共有することってあんまりなくって、それはうちも同じなんです。なんでこう同じものを集中してみて、それをこうなんかどうだったね、ああだったねって話すのってちょっといい時間だなと思って、うん、そういうことをちょっと今年は大事にしたいなと思っているんですよ。はい、今日こんな感じでございます。はい。ああ、もうなんか本当に本来すごくガシャガシャと柄もいっぱいあって色もいっぱいあるんですけど、そんなに暑苦しくも見えない。もうベージュが今ちょっとね、ライトでベージュすごい赤が飛んでるんですけど、実際はもっと赤が目立ちますね、襟元の。うん。こんな感じでございます。はい。文様柄が続いているコーディネートなんですけど、小さい文様でちょっと大きくなる感じなので、あまりぶつかったりもせずに、すごいクラシカルないい感じかなと思います、襟元。はい。で、エスロの長襦袢はこの生地に関しては着物オフさんで反物を見つけて、富士工房さんにお仕立てをお願いしたものです。はい。で、長襦袢のお仕立ても、私はここが縫われてるのが好きだから縫ってってお願いしたりとか、そういうのとかも、全部リクエストして作ってもらったやつです。はい。なんでリサイクルの生地なんですけど、おあつらえっていうすごい贅沢なものになってます。はい。で、着物は元藩さんでお仕立てをお願いしました、野村織物さんの久留米がすり、花菱格子、薄地ですね、どちらかというと。はい、普通の久留米がすりよりも薄地です。ちょっと厚みが なくて、糸は細いですね。ただなんか夏に着れるっていうわけではないんですけれども、まあ洋服とかだったら着れる生地なんですけど、そういう感じです。洋服、例えばスカート、木綿のスカートだったら、これがね、木綿のスカートで作られとるんだったら、スカートになっとるんやったら問題ないし、ズボンとかやったら問題ないけど、着物だとさすがに暑いよねっていう生地ですね。はい、そこら辺がちょっと着物と洋服の違いですね。で、帯が、
みんなお揃い帯ですね、こちらもね。懐かしいですね。はい、可愛いですね。こういう時に出してくるといいなと思って。今日はレトロな感じにしました。で、黄色の帯締めを合わせたのは、ここの地色に持ってきたんですよね。この柄の色に持ってくるよりも地色にも合わせた方が、割にすっきりと落ち着いて見えるので、暑くなってくる季節にはいいかなと思ってつけました。で、今日は、よいしょ。うわ。旅が、はい。恵比寿旅さんでお仕立てしてもらった旅です。こちらも自分で生地を、送って作ってもらった長寿ギガが入ってる文様柄の旅です。文様柄が好きなんですよね。はい。日本の文様柄が好きです。あのシャネルとかああいう文様柄は可愛いと思わないですけど。で、今日は猫ちゃんのかんざしをしてますね。はい。ちょっと結い方をいつもの昔の結い方に戻して、ちょっとここがピタッとくっつくようにしたんですよね。なんかまた乾燥してるのか。まとまらない。パラ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 落ちてくる、サラサラすぎる問題が起きてて、はい、そんな感じで過ごしたいと思います。まあね、暑くなったからもういろいろなものを片付けようかなと思って準備した矢先に寒くなりましたね。まあでもこういう時もそうですね、羽織、昨日はね、レースの羽織も羽織りたくないぐらい暑かったんですよね。本当に暑い日でした。はい、今日は寒くなっております。はい、体調子悪くならないように気をつけなきゃいけないですね。はい、私もですけどなんかね、しょうがないんだけどね、お年頃なんでね、いろいろ順調にはいかないんですけどね。はい、なんとか楽しくやっておりますよ。はい、そうね、久しぶりに夫婦でドトールに行ったんですよ。ドトールに行ったのどれぐらいぶりだろう。そしたらコーヒーがすごく美味しくなっててびっくりした。ミラノサンドも美味しくなっててびっくりした。味が良くなったねって二人で喋ってたんですけどね、うん、近くの新小松のイオンモールの中にも入ったので一回行ってみようって言って行ったんですけど、美味しかったですね。なんか最近本当に本当に食一気に 1回で食べれる量が減ってきて、なんかこう見えてもジャンクフードは好きで、ロッテリアとかモスとか好きなんですけど、ポテトがちょっと重くなってきてあーんって感じになってきて、またステージ上がるのかな、大人の階段上がるのかなとか思いながら過ごしてるんですけど、ポテトは食べて生きていきたいなと思ってたんだけどな、食べれなくなっちゃうのかな、どうなのかな、ちょっとわかんないですけどね。はい、まあドトール美味しかったですね。うん、ソフトクリーム置いてあって美味しかった。うん、福井のミルクハウスのソフトクリームみたいだった。美味しかったですね。なかなかいい味でしたね。コーヒーが好きなので、楽しかったです。マネージャーはね、コーヒーフロートにしてましたね。今度コーヒーフロートもいいなと思いながら見てました。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。まあ夫婦で2人で近場で楽しんでおります。はい、ご心配なく。心配されてる方もねいらっしゃるんですけれども、あんまりねもう外に出てないので調子悪いのかなみたいなね、そんなにね言うてそんなに調子がそこまで悪いっていうわけではないんですよ。別に普段の生活はできますし、お仕事も土曜日行ってますよ。ただ大勢の人たちといっぱい集まって何かをするっていうイベントを企画することも、そういうのを集計したりとかっていうのもすごく体力がいりますし、すごく気を使うんですよね。そういう段取りとか
ていうことをするほどの体力は今もう一時ないなっていうのが正直なとこなんです。なのでやってないっていうだけなんで、だから普通には暮らしてます。はい、土曜日はそうミニ食パンの試食販売もしたいなと思って、久しぶりにね、最近は試食販売もできるようになってきたみたいで、スーパーさんも試食販売を少し土曜日されているようなので、あ、じゃあうちも昔みたいにしたいなと思って、ミニ食パンの試食販売をできたらなと思って、土曜日にカレーパン揚げに行くときに一緒に試食販売しようとか思って、この間トースターを買いに行って、カーマとケーズ電機さんに行ったんですけど、カーマはそんな種類なかったんですけど、ケーズ電機さんはこっち側見てて、わーいっぱいあるねって言ってて、振ってみたら後ろもわーってトースターがめっちゃ多くて、トースターも進化してて、なんだっけ、なんか水蒸気出す、蒸気を使えるようなトースターとかもあって、おいオーブンじゃんみたいなのとかあって、うん、なんかすごい進化してるなと思って見てたんですけど、まあ、試食販売用のトースターはなるべくコンパクトで、高さが、なんていうのかな、奥行きがそんなになくって、出っ張りがない、あと蒸気が出るところが上からじゃないやつとか、そういうので選んでるんで、全然そんなにハイスペックじゃなくていいんですけれども、うん、なんかいろいろあってびっくりしましたね。だからもうお家を建てる前に、うん、多分電化製品って買って以来買ってないような気がするから、うん、前の家の時に買ったやつをずっと使ってるから、あ、10年以上経つとこんなことになるんだぐらい変わってまして、びっくりしました。はい、そんな感じですね。はい、まあなんか土曜日、うん、もしお店来られる方いらっしゃったら、もし試食販売をやっていたら、お立ち寄りくださいませ。いや、多分できると思うんですけどね、うん、あればって感じなんですけどね、ちょうどその前の日に焼いたミニ食パンをひいて、当日のパンを出すんですけれども、ミニ食パンに関してはで、それを試食に回そうかなと思って、要するに食べれるのに引いてるっていうパンが多いんですよね。菓子パン、惣菜パンに関してはその日までしか売らないので、次の日は売れるんです。だから大阪犬丸屋さんという近くのスーパーに、その前の日に焼いたやつを持って行っています。お願いされて、持ってきてもらえませんかっていうので、そういう風になったんですけれども、とお店の方では販売そういうのはしてない感じで、当日の菓子パン調理パンが出るまでからみたいな感じになってますんで、朝一に行ってもあんまりうちの店はパンはないので、まあ路面店のパン屋さんじゃないので、本当にスーパーに普通にお買い物をする時間帯、昼ぐらいっていう頃が一番パンの量が増えているので、ぜひゆっくりとお買い物しに来てくださったらなと思いますね。はい。そんな感じでございます。はい、それではまあ私は普通に買い物行ってきます。はい、それじゃあ皆様一日を。はい、取れ、それ取るよ、うん、もっと取ってください。こちらね、揺れ取る、押せない感じ。揺れ取る、まんまずれ取る、まんまずれ取る。チャンネル登録はこちら、お願いします。ありがとうございます。